電気情報物理工学科電気工学コース斉藤研究室です。今から研究室の紹介をします。私たちの研究室では電力システムの問題を解決するための方法を研究しています。例えば天候に左右されて出力が変化する太陽光発電や風力発電をどのようにして電力の品質を落とさずに電力ネットワークに多くつなぐことができるのか、水力、火力、原子力発電といった電力システム安定性を支える大型電源とどのように調和を図って電力を安定に消費者へ送り届けられるのかといった研究をしています。実際の電力系統は皆さんが目にする日本全国につながれている電線なども含まれており、実際に実験することは難しいです。なので私たちは主にシミュレーションで研究を行っています。こちらの計算機は普段使っている計算機より計算の性能が高く、シミュレーションを行うのと同時にリアルタイムのシミュレーション結果を得ることができます。こちらがシミュレーションで使うモデルの一例です。風力発電機などが含まれています。こちらがリアルタイムのシミュレーションの結果になります。左側の黄色い部分で風力発電機の出力の目標値を決定します。右側のグラフの青い線が実際にシミュレーションから得られる風力発電機の出力を表しています。複雑な電力系統もコンピューターを使うことでこのようにシミュレーションすることができます。こちらが研究室の様子になります。今は夏休みでメンバーが少ないですが、実際には多くのメンバーが在籍しています。こちらが研究室内の休憩スペースになっています。研究室には数多くの電力系統などに関する資料があり、日々の研究に役立てることができます。私たちの研究室では週に一度何人かの学生が研究の成果などを発表するゼミが行われます。ゼミではその発表に対して先生や学生が意見を交換し合い、研究に対する考えを深めます。今は何をしていますか？今は電力システムのシミュレーションを行っています。こちらが電力システムのモデルになります。こちらがシミュレーション結果です。こちらが斉藤先生です。では先生、高校生に一言お願いします。はい、再生可能エネルギー電源を有効に活用した将来の電力システムの研究に関心のある方はぜひ我々の研究室に来てください。